今週木曜日にちょっとまあ驚いたというかびっくりするようなニュースがあったんですが、ね、あの剛さんとかなこちゃんのね木曜日といえばご結婚されてびっくりしたね。びっくりしましたね。やだってビッグカップルですし ね、それ以外何かあったっけ。俺のこと覚えてる人いる。俺のこと覚えてる人いるか。キモいキャラ。私はその、日向坂46 の、 あの卒業を発表させていただいたんですけど、1月22日の放送で日向坂46卒業を発表した京子にいろいろ聞いてみたので見てね。ヒコロヒーさん、うん、私について1ミリも触れず、うん、桃田かな子さんたちのことをわざわざツイートしてるみたいな。京子の今後はヒョコロヒーはどうなるのか、22日放送をお楽しみに。この後地獄の豆まき再び。福はうち。キョコロヒーのデビュー曲アフターユーが絶賛配信中。ミュージックビデオも公開されています。たくさん聴いてたくさん見てね。そして2月14日にキョコロヒーの CD デビューが決定。内容の詳細は発表をお待ちください。そしてキョコロヒーがビッグエコーの店舗をジャック。キョコロヒーにちなんだ展示が盛りだくさん。ぜひ遊びに行ってみてください。最後におまけ、少し早めの豆まき大会。お庭外福はうち。マジでさ、スタッフさんにバカバカぶつかるからさ。お庭外福はうち。絶対逃げないですよ。仕事してるからこうやっていい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